だれだりえうられへいへい、ラジオでナイトクラブ。新六文銭は残ってないんですよね、音源がね。ないんです、残念ながら。残念ながら、これはでも何年、1年とか半年とか。これも1年ぐらいですよね。ツアーやったんですよね。やりましたよ。それですもんね。うん、そうですよ。例のアンアンがあった時ですね。そうだそうだ、あの時はそうか、新六文銭。そうなんですよ。それでその拓郎さんとのツアーはもう毎晩、もう七肉林ってやつですか。もう飲めや歌え飲めや歌えや飲めや歌えや、楽しいこといっぱいあったでしょうね。まあ楽しいっていうか、もうすごいですよね、やっぱりすごい。ファンの方から外行くと危ないんで、ね、いろんなねファンの方がいらっしゃる。だからね、よくね、そのなんのコンサート会場の楽屋で、花火大会やったりねひどいでしょ。北海道のホテルで雪合戦やったりホテルの中でね雪合戦やったりね、そういうこの子供じみた、そうそうそう、うん、ことが好きでね、はい、いろいろ面白かったです。でもヒロさんは飲めないけども、そう、あの飲み会にはもちろん当然です。当然行って、当然もお姉さんを温めて、もう温めてもう引いたのよ。楽しいだろうな。温めて温めて、もう引いたのよ。温めて温めますよそうなの。でも面白いだろうな、そういうツアーは。結構面白いですよね。ねえ、拓郎さんの、あのいつも言ってましたもんね、やっぱり後の食事と飲み会が楽しくて、まあ、大体そういうような感じで、まあそっちそっちがメインになるんですよ。まあそっちのエピソードもいっぱいあるでしょうけど、ね、またね、兄さんがね、ライブで言うんですよ。なんて言うんですか。俺はここで飲むぞとかね、あ、言っちゃうの。店の名前、店の名前言っちゃうの。はいはい。そうするとファンの人来るでしょ。はいはい。ヒロいっぱい来ちゃったよ。あんたが言ったじゃないステージで、あんた名指しで名前言っちゃったから、はい、来ちゃい決まって。そうか、そうかじゃないですよ。あの人ほら、そのマイク通じてね、ナンパするの好きなの。ああ、なるほど。まあ面白いですね。うん。で、我々はほら、そのチトさんとか、はい、ほら、あの外風呂派だからそうね、外風呂、うん、外風呂派だから、おすぐさよなら兄さん、うんっていう、そういう時代ですよね。さよなら兄さん、うん、さよなら兄さん、あとは任せるよ僕たち大人だもん、大人外風呂ってのはいいですそういうね、面白いですね、そういう世界、うん、あ、本当は。また兄さん内風呂だから。兄さん内風呂なんですか。怖いっちゃ怖いんですよ怖いですよね、うん、はっきり言って内風呂はやばいですね、うん、なるほど。だからまあいろんなね、うんぬんなことがあったり、よくわかんないんですけどね。そうですよね、ね、うん、まあでも ご自身はラジオで言ってましたけどね。言ってました言ってました。それはもうちゃんと、あのヒロさんたちがちゃんと来てくれたことも言ってました
さあそんなわけで、はい、これ以降じゃあ拓郎さんとの付き合いまた今度はいらした時に本当ありがとうございました。ありがとうございます。柳田博さんでございました。またよろしくお願いします。背中丸めて歩くたび僕がうろつくこの街はなぜかパリに似て優しい女にため息なんか聞きたいだけど今でも気にかかる君はセーター肩にかけかかと潰した運動靴夏を歩いた白い靴恋と一緒に消えたまま洗いざらしの無事残ったお金があと少し気にするほどの悪いことバラでも買って帰ろうだけど今でも気にかかる君と映画を見た帰り小雨に濡れた運動靴赤いドアに脱ぎ捨てたいつの間にやら消えたまま声の後な口笛が出ないじゃないか。ちょっとコード一瞬おかしかったけど、懐かしいな。これあれだよ。ズーズが書いてくれたんだけど、当時の僕の生活ぶりがちょっと出てるんだね、この中にね。ズーズは俺のことよく知ってたし、僕の実生活なんかを全部見ててね、後ろからアドバイスして、一人になっちゃえよと言ってた女性なんですよ。なんかなか俺のことを分かってくれてて、当時僕はその生活ぶりとしては、まあ、原宿あたりで、夜な夜な毎晩お酒を飲んで、遊び回ってるっていう、生活をしてましたけども、それをなんかズズがこう、脚色して書いたんだと思うんだけど、僕大好きな曲なんだけど、やっぱり、僕の私生活なんかが、この、ズズと安井和美と、それから釜谷津博士はよく、当時の僕の、まあ、実情というか、いろいろ僕が苦しんでることとかも全部知っててくれた、唯一の先輩二人なんですけどもね、ここの背中丸めて歩くたび僕がうろつくこの街はっていうのが原宿当時のね原宿表参道をこう思い出すなっていう感じがあってね、でなんかこうかかとを潰した運動靴夏を歩いてた白いその靴がなくなっちゃったっていう感じ、なんかねその時代を思い出すな、洗いざらしのブルージーン残ったお金があと少しなんてもなんかちょっといかにも当時の俺だなと思うんだけど、この金曜日の朝ってのは大好きな曲なんだけど、意外にこういう曲は、そんなに愛されてなかったな、これもな。7月生まれなんで、コンサートの当日の時は25歳になってた。25歳。24になったんですね。そもそも志田さんは、由比音楽高校にお勤めになられたんですよね、大学校は出て。いや、大学のね、3年生の時に、後藤社長から声がかかって、由比だったらゲット。なるほど。と思ったんですけどね。一応就職内定がね、こう出てたんですよ。そうなんですか、ちなみにどういう系統の銀行です。銀行なんですね。そこのチョイスは迷わなかったんですか。銀行か。チョイスは迷わなかったですね。迷わなかったんですね、むしろそのどうやって断ろうかっていう。銀行っていうのは先生の推薦で来ましたんで。なるほど、ね、先生にこう迷惑かかるじゃないですか、断ると次からこう推薦取ってもらえない。それがね、ただ
非常に幸いだったのが、その院に入ったことで卒業できなかったんですよ。留年しちゃったんですね。これが非常に幸いです。留年のままなんですか。もう73年に卒業できなかった。4年生になって、74年の2月の卒業試験の時にアメリカ行っちゃった。アメリカに行ったんですか。ボブ・ディランとザ・バンドのコンサートを見に行くっていう話があって、卒業を取るかディランを見るかって言ったら、それやっぱりね、卒業は来年できるけどディランは見れない。なるほど。もう吉田拓郎さんって当時いわゆる大スターというか、フォーク界のプリンスと呼ばれ始めてた頃ですよね。そうですね。72年の元気ですのアルバムが出たことで、やっぱり若い人たちの間でね、僕らですね、当時の僕らの間ではもうスーパースターですね。そういう人のマネジメントをするってどういう感じなんですか。マネージャーっていう仕事は、そのどういうことをするのがマネージャーの仕事かっていうのは、まあ、もちろんね、全くわからない。当時僕が作る前では、陣山さんっていう、はい、もう亡くなっちゃったね、ユイの重鎮がいて、その方が拓郎さんのマネージャーやってたんですけども、その方のその仕事の仕切り、死んだ方に、ね、失礼なんですが、この方がね、非常に方向音痴、地理音痴そうなんですね。この人の作ったスケジュールを見て、ダメだこれって思ったのね。でそれを修正するのには、なんかやっぱりこうちゃんとね、こう分かって物事をこうきちっと仕切っていかないと、ね、いけないんじゃないかっていうのがあったんですね。73年にですね、後藤社長は、後藤豊さんが拓郎さんとザ・バンドを共演させようと、アメリカに渡り、口頭では契約にまで、こぎつけて、会場も決まっていたそうでございます、うん、ディランの復活コンサートのためにその話が流れたというんですか、うん、そうです。日本でね、はい、コンサート会場を抑えて、で、あとはサインするだけっていうところで、はい、後藤からカナダかなんかでいるんだけど、国際電話で、バンドのロビー・ロバートソンが、はい、ちょっと NG って言い始めたんだとか言って、ボブ・ディランから電話かかってきて、はい、ボブ・ディランがザ・バンドを必要としてると。それでロビー・ロバートソンはボブ・ディランを選んだと、はい、うん、アジアの拓郎吉田っていうわけのわかんないやつよりは俺はディランを選ぶと和製ディランじゃなくて和製じゃなくて本物のディランを選ぶってロビーが言ったわけだ。この時ってこれからなんですか。これで偉大なる復活するの、ボブ・ディラン。あ、この時でそのコンサートがいかなるものかと、こうなったら俺としても、はいはい、ボブ・ディランとザ・バンドの全米ツアーのロサンゼルス版をロスまで見に行くわけよ、はい、ロサンゼルスフォーラムっていうコンサート会場で見て、バンドってうまいんだよ、本当にうまくて渋いな、これとやりたかったなっていう気持ちと、やんなくてよかったな、やんなくてよかった、ちょっとこれうますぎるな。でボブ・ディランとのコンビネーションもすんごい良くて、それでその後に俺も日本でバンドみたいなアイド、アイド、浜田翔吾のアイドになるわけ。アイドがザ・バンドだったんだ。ザ・バンドになって、はい、あいつらをセンターに置いて、はい、俺は端に外れて歌ったわけ。なるほど。演奏はね、アイドは全然ダメだった。ダメですか。ダメだった。10年前のスマホでね、俺が歌ってる時に後ろでセックスしたやつがいてね、その時に生まれた子供が拓郎っていうのがいるんですよ、本当に。うん、たまたま10年前にね、ここでコンサートやった時にね、実はあの曲の時にね、後ろで悪いんだけどもかな、ここでね、やってしまったんですよ、ね、バカ野郎、人が必死で歌ってる時に何やったんだろうって。でもこれで子供ができましてですね、拓郎って名前つけたんですね。とんでもないですけど、まあ、それぐらいね、のことはあっていいと、であっていいと思うんですよね。こんなに遠くの海に来ています、こんなに遠くの海に来ています、彼女は鼻の頭まで皮が抜けて、おまけに化粧も素晴らしい一日だったっていう一日をね、一人一日ぐらいあってみるよ。あんま僕もないですよ、だからそれをね味わいたいって言ったから楽しみたいですね。もう思いっきりね、朝までね。ユニバース川瀬名人の反省を聞いてみよう。さあ、ということで本日のゲスト、ユニバースの川瀬名人です。よろしくお願いします。さあ、だから川瀬は、まあ、うちの鬼越トマーク YouTube の専属男優としてもうすでに皆さんもうとんでもないね、名作、過去の名作をね、いっぱいこうね輩出してるわけですよ。はい、
たまに見返して、うん、ほんまに頑張ったなって思ってた確かに川瀬名人が、とんでもない、まあ、まあ論文だよこれもうな、まあね、ここまで来たら、まあ、考えない正直もう足掛け半年ぐらい考えたかもしれないこれ本当にもうどんでん返しがあるこのとんでもないストーリー本当川瀬拓郎の YouTube 大学本名を言うな、ね、恥ずかしい親が拓郎か翼で迷った本名を言うな拓郎拓郎ちょっと俺ら期待してるから拓郎って言うな吉田拓郎に憧れて親がつけた拓郎って言うなお願いします、まあ、ちょっとだからもう今後何かの作品を鬼越トマホークさんに提出するというのも今日で一切終わりにしますはいはいもうまた来年ということで川瀬名人ありがとうございましたありがとうございました素晴らしい吉田拓郎でござんすラジオでナイトクラブ時が経ってしまうことを忘れてしまいたい時があるよねいわゆる規制がかかっておりまして長い間、ペニレンでバーボンというこの曲は、アルバムから大体削除されてしまって、この曲の入っていないアルバムが巷には出るという異常な事態が、長く続いてましたが発売元から連絡が入りまして、元々の本来の姿であるアルバム今はまだ人生を語らずというアルバムが、再発売になるという、連絡が入りましたまあちょっと時間かかりすぎたねこれ何十年これずっと待ってたんだけど時間かかりすぎだよという感じが本当に ありますねこの曲をツアー先で歌っている時にもうずいぶん前ですけども、楽屋を訪ねてきた、数人の人たちが、あなたはどういう意図でこの曲を歌っているのかわからないけど人を傷つける可能性のある曲だということをお気づきですかっていう話を受けてそれは俺としては絶対なんか納得はできないけどでもそういうことがもし現実にあるんであればそれは俺もやめた方がいい歌うべきじゃないなとかは思いましたしそれでその話を 100% 僕が受け止めるとするならばそれじゃこの曲は今後やっぱ怒られるということはあるかもしれないなそうなってもしょうないなっていう決断をしたのを覚えてますけどももともとこのペニデンデバーボンの中のその一節がその悪意に満ちた歌詞だっていうようなことでは絶対その捉え方としてありえないわけで日常会話の中のような歌をしか僕は作らないしそんな人が気づいてるなんて思いもしなかったからそういう歌だと思っていませんからね全然ねだからまあでもこの曲が今時間はそうか相当かかりましてなんか随分かかりすぎだっていう気持ちもあるんだけどまあそれでもせめてもの僕が元気でこうやって日常生活を送っている間にこの呪縛が解けるっていうのはそれはまあ何よりも喜ばなきゃと素直に僕は思ってまして、本当に嬉しかったいやよかったな胸を張ってペニデンデバーボン生きていってほしいなと今日はライブバージョンで聴いてみたいと思います。原宿ペニデンデ飲んでくれよとペニデンデバーボンペニデンデバーボン今夜も下高い予定テレビは一体誰のためのもの見ているものはいつも蚊帳の外で気持ちの悪い政治家どもが勝手なことばかり言い合って時には無関心な子供でさえが腹を立てたり怒ったりそんな時僕はバーボンを抱いている大勢力などないのなら酒の力を借りてみるのもいいさこうして今夜も原宿クリレーンでラジコペニレンで飲んでくれてるペニレンでバーボンペニレンでバーボン今夜も仕方ない予定あまり外は上天気すぎて雨の一つも欲しくなりこんな天気は僕に間に合わないんだと肩をすぼめて歩く時陽気に生きていくことがみっともなくもなるよねそんな時僕はバーボンを抱いているどうせ力などないのなら酒の力を借りてみるのもいいさこうして今夜も原宿ペニレンで原宿ペニレンで飲んでくれてる
こんなところで話すことは何もないんですけども、まあ、とりあえず皆さんお元気そうでよかったです。僕もこうやって生きてきていろいろ考えるんですけども、朝までやらなきゃ男じゃないっていうのは違うと思いますね。どうも元気ですか、みんな元気ですか。朝までやります、朝までやるよ、朝まで歌うよ。9時頃まで頑張っていただいてます、9時でいいじゃない、9時で9時までカベヘルと一緒に頑張ります。みんなも一緒に楽しんでください。アコースティックギター専門の工場で作られる信頼のブランドモーリス、ただいま TF モーリス発売記念キャンペーン開催中、期間中モーリスギターをお買い上げの方にもれなく釜焼ひとしのポスターをプレゼント。5月23日までモーリス持てばスーパースターも夢じゃない。1970年シングルイメージの歌でデビュー、72年には結婚しようよ、旅の宿と大ヒットを連発。旅の宿は年間でも4位にランクされた。アルバム元気ですは14週にわたってトップを独走。しかし歌番組への出演をことごとく拒否した。すごい腹立つこととかあるわけ。それは分かりますよ、ね、そこが結構
腹立ちやすい人なんですよ。あ、そうですか。うん、ちょっと話していい？あ、どうぞ。あのね、おい乗ってきたね、おい。どうぞ。あのね、昔さっきの新宿にその出入りしてる頃ね、生まれて初めてテレビ番組にあの出れることになったんですよ。それでそこの新人のコーナーにとりあえず出れるっていうので新曲を歌おうっていうんで行ったんです。全部歌うんだと思って行ったんです。としたらやっぱこう短く切られてて途中が抜けてるでしょ。でも僕はほら後ろの例えばオーケストラが演奏してるんだけど分かんないわけ、何やってるか。だからずっと歌ってるとずれてくるじゃないですか。で後ろからその番組の司会者の人が、あの何やったんだよこの野郎とか言ってすごいでかいこと怒ったんですよ。こうお客さんの目の前で怒られたわけ。その時にすごい世界だなと思って怖いですよ。でテレビ局のプロデューサーみたいな人もふざけんじゃねえよとか言って言うんですよ。全然ふざけてないんです、一生懸命なんだから。そうですよね。すごい言葉遣いも荒いしね、この世界は怖い怖い。かなり俺よく怖いのいっぱいいると思って。普段道端で出会ったら蹴飛ばしますね。おい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 、ちょっと誰か来てくれ。おい、なんで蹴飛ばすかな。でその時にね、誓ったことは1個だけで、テレビに出ないで有名になろうと思ったんですよ。そこでもう、あ、テレビっていいなと思って出まくってて。いやでもね、本当はね、本当は出たかった。出なかったんですか。本当はね、すっごい羨ましくて。番組持ってはるじゃないですか。ああいうの僕持ってませんけど。いやでもまあ、はい、レギュラーでやってあるから、まあ多少慣れはあるでしょ。テレビそうですね、あの、はい、ちょっとまあさっぱり分かってませんけどね、その知らないところで偉そうなことしてたら、一番最初に恥かくのは自分だっていうふうに思うんですよ。いや一応西川君とか見てて、でいつ知ってる人がいたらすぐ聞いて、どうすりゃいいんだとか聞いて、僕が横にいるから大丈夫って言ってくるのは安心して。最後は布施さん、昔音楽番組で拓郎さんに嫌味を言ってしまったらしく、いまだに根に持っているらしい。先日もある番組でそのことを言っていて、嫌いなタレント2位になってしまった。もう許してほしい。初めてこれ言います、はい、30年ぐらい前なんですけど、はい、あの歌をの番組を持ってて、はい、吉田拓郎さん新人で来て、でその時に俺がね、なんか嫌味を言って、その頃生意気だったから20歳の中で嫌味なこと言ったらしいんだ、洋服がどうのこうのだとかな、それが気に入らなくて、彼はもう二度とああいうやつがいるそのテレビには出ない、それが原因で彼はテレビ出なくなったんです。責任じゃないでしょう。いやそれが原因で、いやフォークニューミュージックの人たちはテレビ出ないでっていうあれができたらしいんだけど。マジですか。でもね、それをね、いろんなところでそのニューミュージックの人たちと友達になるたびに言われるわけ。はいはい、昔タクロにだのだの、はいはい、だからそのたびに本当に申し訳ないことをしたな、口は災いのもとだなってずっと思ってて、で大体30年ぐらい経ってもう最近言われなくなったら、はい、最近またね、吉田拓郎さんと泉谷茂さんがいろんなところで言うもんだから、うん、で象もその中で嫌いなタレント2番っていうのになる。だからもう3、まあね、本当に申し訳なかったんで、そのね、まあ、30年も前の話なんで、一つね、もうそろそろ許してもらいたいな。この場を借りて、吉田拓郎さんと、まあ、その、あの、お友達の泉谷さんに、本当に心からお詫び申し上げたい。30年間ずっと悩み続けてきた男のね。しかし30年は長かったですね。もう本当にまだ言われてるんだけど、それを抑えた1位の人は誰なんかね。ライブやります。ちょっと体調崩したぐらいで、その全てが変わったり終わったりしないですね、多分ね。歌ったり演奏したりは一生やり続けてるんですよ、きっと。まあ、ここにいるときはそんなこと言ってもしょうがないっていうぐらいバカな話してるんだけどね。お前には世話になったな。元気でな。
人生は続く。シティズン。おめでとうございます。何年夢見たでしょう、この日本レコード大賞。それで東京放送からブロンズ像を小野田制作局長から お渡しいたします。お受け取りください。そして作詞作曲編曲レコード会社の皆さんへは賞状盾ブロンズ像をお送りいたします。本当におめでとうございました。で、1974年度日本レコード大賞受賞歌手森進一さんへ副賞といたしまして、トヨタ自動車よりニュークランハードトップデラックスをキーと目録を橋幸夫さんからお送りいたします。今のお気持ち一言で言えば何でしょう。また足がガタガタして。足がガタガタとおっしゃいました。森君でも、はい、ね、森君あの半年ばかり前にねレコード大賞を取ったらお嫁さんを教えますって僕に言ってくれた、ね、あれはどうなりました。いずれやってくれますか。はい、いずれ。あ、そうですか。いや、おめでとうございました。ちょっと握手させて。本当に森君おめでとう。私代表して握手をさせていただきます。全国の森さんに代表をさせていただきます。おめでとう。本当におめでとう。またお祝いに駆けつけてくださいました。どうぞ岩下志麻さん、おばあちゃん。本当にね、本当に良かったのね、ジュリー。ボケちゃった。ええじゃないのよ。誰でもジュリーなんですからおばあちゃんは。いや、まさに感無量だろうと思います。森進一君、長年の努力の上に1年の頑張りが見事ここに大きな大輪の花を咲かせました。森進一君、お聴きいただきます受賞曲。北の街で。悲しみを何度で燃やし始めてる明日、訳のわからないことで悩んでいるうち老いぼれてしまう。黙りとした星月を拾い集めて温め合おう。
暗い路地に吐き捨ててしまう。